from tomorrow. The ground is hard there, so be careful when you dig. Okay. Mr. Masuda! What's up? Did you find something? Yeah, we followed the corridor from the lakeside. It matches the location described in the research papers. That would mean that. Okay, I'm on my way. It's different from the others. I thought so. It's over there. This must be... Thank you.
ション始めてください。了解。インターコネクション開始。ダミープロトコルにて接続します。 A ラインプロトコル待機確保しました。ケージパーテーションを開放します。開放まであと60秒。カウントダウン始めます。57 56 55 54 53 52 51 50。8領域のシナプスにより軽度の興奮状態が見られます。許容範囲内ですが止めますか。いいえ、続けましょう。メニュー通り私もダイレクトアプローチします。バックアップよろしく。了解。接続システムナタラージャ立ち上げます。起動します。状態が悪いみたいなんだけど。MT 屋の K12 ルートに軽度の断絶がありますね。あと V4 屋全域の相互リンクが遅れているようです。ちょっと待ってください。今補正しますから。どうです？OK、了解よ。続けて。了解。ではコスモスとの主客分離作業に入ります。おはよう、コスモス。調子はどう？おはようございます、シオン。すべて非常に順調です。じゃ、自己紹介してくれる？私は、対グノーシス専用、人型相当兵器。シリアルナンバー、00000001。開発名称、KPX。略称、コスモスです。現在は模擬専用筐体のため、出力は定常出力の 22% が限界値となっています。予定並走スペックは？はい、よくできました。もういいわ。はい。せっかく起きてもらったんだけど、今回も起動実験なの。一連のチェックが終了したらあなたにはまた眠ってもらうことになるわ。そうですか。悲しいとか感じる？私の感情プログラムは
造物種である人間が使いやすいように作られています。今回の場合、あなたベクター第一開発局コスモス開発計画担当主管技師シオン・ウズキとの関係を円滑に保つために、悲しいと表現する必要性があると私のプログラムが判断した場合に限り、そのように振る舞います。ですが現在その必要性はないと判断します。そうね、それは私が一番知ってることなのよね。ご理解いただけて幸いです。でもね、コスモス、今私は複雑な気持ちよ。あなたが目覚めたことは嬉しいけれど、あなたがまた眠ってしまうと思うととても寂しいわ。でもあなたが次に目覚めるときは、もしかしたらたくさんの血が流れるときかもしれないの。だから心のどこかでそんな日が来てほしくないと思ってる。わかる？難解な人間の思考、特に非論理的な思考は私には理解できません。そう、いつかあなたにも理解できる時が来るといいわね。善処します。それじゃあ始めましょうか、コスモス。アレン君、前回の続き手順277から始めてちょうだい。了解。エンセフェロンの各所にターゲットドローンを配置します。ドローンの挙動はランダムウォークおよびアンブッシュに設定。主任、ミッション開始前に準備運動します。うん、そうするわ。聞いたわね、コスモス。了解しました。行くわよ。
します。
問題ありません。手順300までクリア。主任、データ送受信順調です。エラインプロトコルいい感じですね。そのようね。反応値が数段いい感じ。この調子なら近いうちにいい結果提出できそうですね。そうね。主任。ねえアレン君、手順399までカット。400から始めてみましょう。400からって、主任、あれは。今度はいけそうな気がするのよ。いや、でも先月の忘れたわけじゃないでしょ。あの時だってあと10秒対応が遅れてたら、そこから戻ってこられないような状況だったじゃないですか。せめて客体モードの時にしたらどうです。それじゃあ精緻なデータは取りづらいでしょ。大丈夫、いざとなったら自力で脱出するから。それにあなただって試したいんでしょ。 A ラインのネイティブ、せっかく徹夜で組んだんだし。それはそうですが。じゃあ決まり、始めて。知りませんよ。万が一の場合はこっちで強制的に切りますからね。粘るのなしですよ。了解了解。あとメニューにないことするのも。分かってるって。たく、気楽に言ってくれちゃって。その度に寿命を縮められるこっちの身にもなってほしいよ。副主任、宇月主任のことになると特に気を使われますからね。もう余命いくばくもないんじゃないですか。うるさい、余計なこと言ってないで。400番台のプログラム用意できてんのか。準備完了、いつでも行けますよ。ならプログラムさっさと起動。各モニタリング最大漏らさず状況を報告してくれ。少しでも異常があったら即刻強制停止するからな。Thank you.
見た目で判断しないでね。これより相当します。
状況は？
特に変わった変化は見られません。状況安定しています。こりゃいけますよ。先月の命返上だ。だといいのか。コスモスクリアポイントに到達。手順431に入ります。ターゲットドローン G 型 H 艦表示始めます。
します。コスモスのメインフレーム上に新規ネットワークが構築されています。今までにない反応ですね。それにしてもすごいな。このスピードで成長するネットは見たことがない。見てくださいよ副主任、エンセフェロンのマップの一部が変化を始めてますよ。アレン君、これからターゲットとの交戦に入ります。データ取りよろしく。いや、主演はコスモスの近くを曲がりしてるんですよ。こんな不安定な状況下で戦闘行為だなんて危険すぎます。大丈夫、まだいけるわ。大丈夫って主任。ここで倒れるわけにはいかないわ。
敵残存勢力ありません。これならいけそうね。ターゲットリアルモードへシフト。ヒルベルトを試します。主任、メニューにない行為はしないって。コスモス、ヒルベルト発動。了解しました。ヒルベルトエフェクト発動します。いや、こっちじゃない。状況はエンセペロン2乗。これまずい。いつ崩壊してもおかしくない状況です。本当か、主任は。変幻系に神経インパルス発生。ヒンドリングです。もう限界だ。プログラム強制停止。主任を引き戻せ。了解、プログラム強制停止します。停止信号拒絶。宇月主任から上位割り込みがかけられていて、こちらからでは制御できません。なんだって。衛星ペロン崩壊まであと10秒。副主任、ストップだね。主任は。大丈夫ですか。ええ、ありがとう。ちょっと粘りすぎちゃったかな。はあ、アレン君、こういうのもうこれっきりにしてくださいよ。生きた心地しませんでしたよ。ごめんごめん。でもおかげでいいデータ取れたと思うわ。それに、何かあったんですか。ううん、何でもないの。さあ、急いでデータの解析始めましょう。今日が締め切り。そろそろ上から催促が来る頃だわ。全館に通達。本館は3分後にゲートアウトします。非常時に備え、各自所定のエリアに戻ってください。繰り返します。本館は。全艦ゲートアウト完了。主機関抜き足モードへとシフト。以降現宙域離脱まで継続します。現宙域離脱予定時間は絶対基準時で22日1300、7時間16分30秒後となります。次の UMN コラムまで7時間36分。それまで周辺宙域からのゲートジャンプは使用不可となります。
次で最後か。はい、次のコラムが最後のゲートジャンプとなります。あと少しの辛抱です。ここまで来れば大丈夫ですよ。コラム間は統計的に接触率低いですし、それにここには小惑星も多いですから、奴らから艦隊を隠すには都合がいいです。気楽なもんだな。小惑星なぞ気休め程度にしかならんぞ。すみません。辛辣だな、アンドリュー中佐。何かあったのか。いえ、別に。例の物体を回収してから10日、緊張の連続でしたからね。通信可能域までもうしばらくかかりますし、中佐のお気持ち分かります。うん。艦長、差し支えない範囲で結構なのですが、教えていただけないでしょうか。今作戦の当初の目的は星団連邦政府指揮下惑星消滅事件の調査および調査隊の護衛であったはずです。それがあの物体を回収してからその様相が一変したように感じられます。一体何なのですか、あれは。さて、調査隊からは何の報告も受けていないからな。ただ先日伝えた奴らもあの物体を狙っているらしいという情報だけは確かだ。いや、もちろん非公式なものだがね。回収の際何名か犠牲者が出たとの噂もありますが。それが事実だとしても我々に知る権利はない。もともと調査隊は別の命令系統で動いているし、我々に対して下された命令書にも当該中域にて何らかの回収物が存在した場合、全ての事象よりもその確保を最優先とすと書かれていただけだ。全ての事象と言いますと。我々の命よりもという意味だ。そう脅すな。まあ星団連邦政府としてもそのくらい重要な作戦ということなのだろう。気を引き締めて頼むぞ。そうですね。そのための艦隊全装備の刷新であったわけだし、加えて本艦には有事の際の切り札も配備されてますからね。ああそうだそうだ、その切り札なんだが、その後状況はどうなっている。本日報告データ A7 の提出が予定されています。 A7 か、実動まであと一つ、ようやくといったところだな。注意、すまんが宇月主任に報告データが整い次第ブリッジへ来るよう伝えてくれ。それとこれまでのデータも提出するようにと。了解しました。切り札ってまさか例の戦闘用アンドロイドのことですか。そうだよ、知らなかったのか。本気だったんだ。当初の予定より進捗だいぶ遅れてるって聞いてますけど。仕方ないさ、2年前の起動試験では人死にもあったそうじゃないか。その分慎重なんだろう。しかしアンドロイドとはまた随分と穴黒ですね。自分は時代小説で読んだことがあるだけですよ。まあ切り札とは言っても所詮は検体だからな。あれ一体あったからといってどうなるもんでもないさ。結局のところあちらさんも箔つけたいだけなんだろうさ。解雇趣味の道楽だよ、道楽。コマーシャルモデルだって配備実績があるとないとじゃ大違いですしね。無知こそ至福の喜びというが、そうらしいな。中佐、羨ましいってことさ。了解しました。30分後にそちらに出頭します。早速来ましたね、出頭命令。でしょ、私の鑑定結構当たるんだから。宇月主任、これ提出するデータです。他には。ありがとう。これだけでいいわ。あとは何とかするから。主任、
よろしいですか。何？軍はコスモスの実動データを求めています。よろしいのですか？いつまでもシミュレートデータだけで。それ言われると痛いんだけどね。でもできることならこの子にはいつまでも素敵な夢を見ていてほしいんだ。主任、シミュレーターではあれだけ無茶をされるのに、実動となるとなぜ途端に慎重になるのですか。自分は早くコスモスが稼働している姿を見たいです。せめてフェーズ3までやられてみてはいかがでしょうか。現状で十分いけるはずです。模擬戦筐体でフェーズ3もなかろう。わざわざお姫様を起こす必要はないよ。はい、これ2局からのコスモス装備要項、連中を納得させる一助にはなるでしょ。サンキュー、気が利くね。